なんかいろいろ今回の N1 楽しめますよね。ホイールでもこんな種類あるんや。 N1 カスタムしてみんな乗ろうぜ。はい、では後部座席お邪魔しますっていうか、おほほ、わ、めっちゃ良くない？ほら伸びます、すごいなこれ。やってまいりました。今日はですね、こちら新しくなった N1 オリジナルです。新しくなったホンダ N1 オリジナルということで、こちらの車、税込みで168万1900円になりますね。夜景らしいね、価格になっております。で、今回のね N1 ね、ちょっとだけ車高が下がりました。前のね N1 は、1550以上ありまして、立体駐車場ね、1550以下の、立体駐車場にも入るサイズになりましたね。お、ホイールかっこよくない？なんかこれ見たことあるホイールだなちょっとねクラシカルなデザインでもありますよね。ここが昔のホイールキャップの、ね、こうひねるやつみたいなデザインだし、これ鉄筋のデザイン、あ、これ鉄筋にもう一個こういうホイールキャップがこう周りでついてるんですね。へえ、結構凝ったデザイン。いや本当にね、後ろも変わらないですよねほら、この辺りのデザインが若干変わったかなという程度ですかね。あ、あとテールランプも変わってるんですよね。ちょっとつけてみましょう。ここはね四角く光るんですよね。今回ねやっぱ結構ライトがね良くなったなと思いますね。でこれ面白いですよね、このライトのつき方は。はい、どうですか？可愛いでしょ。やっぱねこのサークル型につくこの LED が昼間でもね視認性がかなりいいということでね、いやこれ本当にね、良くなったなと思いますね。近づいてみるとこんな感じです。ちょっとこうなんか奥行きがある感じがしますね。いやこの白黒ツートンもなかなか可愛いですよね。今度の N1 ね、ツートンカラーが結構揃ってるんですよね。ではね内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと、おほほ内装はねこんな感じです。いやこれちょっといろいろバラバラ外されちゃってますけど、これねちょっと今からなんかパーツをね取り付けるためにオリジナルのパーツを今外してる作業の途中らしいですこれバラすとこんな感じなんやな。ブレーキホールドね、今回ねほらこれがなくなりました、このサイドブレーキのギアっていうのが。でもうちょっと前までねこれも高級車しかついてなかったブレーキパーキングシステム、それに、これがつくことによってブレーキホールドがつくと、信号待ちとかね止まった時にもうブレーキね離しても車自体が止まる機能があるということですよね。これねすっごい便利なんですよあ、メーターが白いんやな。へー、あ、でこっち置かれてます。一応こんな状態やけどちょっとエンジンつくんかな。オフホワイトって感じ。これ結構見た目スポーティーな印象を受けますよね。そうそう、今回ねホンダセンシングがさらに強化されて、 CVT のオートマの方に関しては渋滞追従に対応したと。でサイドブレーキがなくなった分ね、だいぶここ広くなってますよね。あ、ここシガーソケットすごい3つもある前ねこれ2人座席なんですけど3つもいるんすかね。これは充電だけかな。でこれはなんかどっかとナビと反応するのかな。あ、そうそう、ちょっとね前のモデルから助手席が広くなったということで、ちょっと乗ってみましょう。ではちょっとね助手席お邪魔します。お邪魔しまんやわ。これね足元が実は広くなったということらしいです。前のね N1 ね
なんか下にこうもうちょっとボコッとなってて、あ、足組めます私の長い足でも。そっか、じゃあここにはグローブボックスはあるあるは一応こうありますね。あとここにちょっとこれスマホぐらいは置けそうなスペースがありますね。あの助手席から見た時にほらこう一体感のあるデザインに見えるなという感じがします。はい、乗った感じこんな感じです。まあ、ちょっとね身長がねあの183ぐらいあるんですよ。しかも座高が長いんでそんな私でもほら手のひら1枚分ぐらいあります。はい、後部座席も広いのよ。おお、パーツがあー、これでイメージができる。あ、そうそう、これこれこうつくんですね。はあ、これまで外さなあかんの？ナビつけんのに。で、これがナビの周りのカバーね。あ、これハザードこんなとこについてたんや。で、これがシフトノブのカバー。これすごい軽い。ちょっとだけ乗させてもらいます。いや、これよくよく見るといや、ジャージ感はちょっと否めないんですけど、ちゃんとね、ほらね、ヘッドレストも上がるし、当たり前か。あ、結構上まで上がるんやな。座高の高い私でも、このヘッドレスト、バッチリね。まあ、手のひら2枚ぐらい。普通の人だったら拳1個ぐらい十分入ります。まあ、結構後ろめに下げてて、まあ、手のひらね、1枚、まあ、チョップ1枚ちょっと入りますね。ちょっと今、片方だけ倒しました。こういう使い方もできるんで、あの、大きい荷物を積んで3人乗るということもできます。で、ほら、結構ここの、ほら、ガラスが、ガラスって感じ。え？こんなん割れるんちゃう？この鉄のフレームのすぐもうね、鉄のフレームよりちょっとはみ出とるな。もうガラスがね、ガラスの方が勝ってますよね。ほら、かっこよくね、これ、ガラスって感じ。この辺の仕上げ、いいわ。ちなみにね、あの全国のホンダカーズさんで販売してますので、下の概要欄クリックしてくださいね。いや、でもこのカタログね、いいんですよ、今回のね。ほら、シートカバー、これ5万6000円で、ブラウンなんですけど、すごく良くないですか。あの、今回のね、N1、後部座席がね、ちょっと残念な感じだったんですけど、まあ、こちらちょっと今回ね、シートカバーつけてみたんで、見てみましょうね。まずちょっと外装から行くと、これほら、ステッカー貼ってるんですよね。実はね、これカーボン調のステッカーを貼ってます。フロントの方が結構シンプルなんで、あのこういったね、カーボン調のステッカー貼ると雰囲気がね若干変わるといった感じですよね。で、見てこれすごい、これヘタピーボーつけてるの久しぶりに見たわ。これコーナーポールね、ほら伸びます。すごいな、これちょっとこれライトつくんかな。で、あとね、ホイールが変わってますよね。この、ほら、RS と同じ、これ15インチのホイールに変わってますよね。あの、それにね、変えるだけでもすごい締まって見えるなと思いましたね。まあ、前のホイールもかっこよかったですよね。なんか、ちょっとレトロ調で。で、これ後ろね、このリアウィング。こういうのが、オプションで付けれるんですよね。こんな形になっとるんやな。やっぱ純正のパーツってね、あのやっぱ自然ですよね。このラインがあって非常に美しいなと思います。で、これ、ね、地味にね、この泥除け、これもね、なんかスタイリッシュですよね。昔の泥除けってね、なんかこうゴムっぽくてね、なんかあんまりつけたくないなと思ってたんですけど、ほら、なんかこの白黒にあってかっこよくないですか。逆にかっこよくないっていう感じ。ほら、フロントはね、こんな感じなんですよ。ちょっと、ほら、ボディから出張ってる感じ。なんか、オーバーフェンダーみたいな感じでかっこよくない？これ、いいな、泥除け。泥除け映像。このままもっとビューっといって、オーバーフェンダーみたいにデザインしてくれたら、これもっと折れるんじゃないですかね。ではね、内装の方見てみましょう。いや、シートがね、楽しみですよね。はい、お邪魔しまっと。ほら、シートこんな感じ。これ純正のシートカバーなんですけど、本当にシートカバー感がない。社外品のシートカバーとかつけちゃうと、こうなんかね、ゴワゴワすることないですか？グリップ感も上がってる。多分これ、グリップ感上がってる。
すごいこれちゃんとこうステッチもデザインされてて仕上がりがねいいなと思いましたね。今回のこれ黒ですけど、この茶色も良かったですよね。カタログの若干ぼよっとするけど、でほらこれナビがねこの間ついてなかったですけど、すごいこれ大きいナビいいな。ちょっとエンジンつけさせてもらおう。あの車ね買い替えて初めて思うのは、やっぱこのナビがあの進化してるとやっぱ先進的ないい車に乗ってるなという感じがします。電子パーキングになってブレーキホールドがついたということでね、もう本当にあの渋滞とか街乗りとかですごい使いやすいんですよね。ブレーキも離してももう自動的にサイドブレーキがかかるといったような感じですよね。ちょっと後部座席行ってみよう。はい、では後部座席お邪魔しますっていうか、おほほ、あ、めっちゃ良くない？めっちゃ良くね、これ。今回のね、N1 ね、申し訳ないですけど、後部座席捨ててる感ありましたよね。あのシートの素材とかね。それが、このシートカバーすることによって、かなりのグレードアップですよ。いやー、これちょっとね、今回 N1 乗る方、ぜひぜひ、このシートカバーおすすめしますね。シートカバー、合皮になりますけども、5万600円ですよね。こう木目調にもできるんか。へー、楽しめるな。うわ、ちょっとこの花柄。まあこれね、趣味がありますんでね、いろいろと。あー、これね、シールね、デカールね。これもかっこいいよな。ここだけ、ボンネットのここだけ黒くなるんよ。なんかいろいろ、今回の N1、楽しめますよね。ホイールでもこんな種類あるんや。本気で走りたい方はこれね、ディスクローターのドリルタイプ。これレース場とかね、行きたい方、こんなんに変えてもいいかもね。N1 カスタムしてみんな乗ろうぜ。で、あと、あ、そうそう、これドアバイザーね。これね、実は無限なんですよ。モコってなってなくて、こう、ペタッとなってるんですよね。ほら、なんか風を切っていきそうな感じのデザインですよね。車幅がわかるぞ。これ、軽でね、かなり運転しやすい車なんですけど、あえて、この、ポール、サイドポール、ね、つけてみてもいいんじゃないですか？旗とかつけれたらいいのにな。ちょっと今、昼間なんでわかりづらいんですけど、光ってます。ブルーに光ってます。いや、このポールね、いいですよね。これ結構、ほら、長いでしょ？これだけ縮まります。はい、というわけで今日はこの N1 オリジナルの、完成された姿ということでした。アクセサリーパーツがね、いっぱいあるので、自分の色にね染めていくという感じもいいですよね。他の N1 と差をつけてもいいかもしれないですね。いや、こちらの車ね、全国のホンダカーズで販売しておりますので、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私ね、こういった車の動画をよく出しております。ホンダさんよく出しておりますので、皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、というわけで、N1 オリジナルでした。じゃあね、バーイ。